この番組は12月からサービスがスタートしたプロトライズ株式会社の情報を発信していく番組です。私は番組のメイン MC を務めさせていただきますマナーです。そしてプロトライズの高木です。そして前回に引き続きプロトライズファミリーの羽生直武さん、ボス、はい、ありがとうございます。平山壮太さん、はい、川名弘樹さん、お願いします。お願いします。はい、プロトライズといえばプロフェッショナルな方々にレッスンをオファーできるというサービスということで、今回のテーマはこちら、プロ選手の裏側話。間に合ってないですね、裏側話。どんなサービスって今言いましたっけ？プロフェッショナルな方々にコーチングをオファーできるサービスです。はいはいはい、はい、なのにもう裏話を話すの？はい、裏話を聞きたいと思います。でもこれをきっとオファーする人たちって将来プロになりたい人たちだと思うので、確かに皆さんがどう生活してたのかとか、うん、裏話をぜひ、はいはいはい、OK ですよ、はい、はい、プロフェッショナルの方々のプロの裏話ということで、はい、羽生さんは筑波大学、平山さんは筑波大学からオランダリーグ、川野さんはヴェルディユースからプロに入ったわけなんですけれども、うん、プロ選手になって苦労したことや逆に美味しかったことなど、美味しかったの、はい、もう聞くっていうね。なるほど、いいっすよ、いいっすよ、はい、厳しかったこと、はい、辛かったこと、苦労したこと、英語とかは、英語、それオランダリーグ、オランダリーグ英語でコミュニケーション取ったりしてて、うん、何ヶ月経つと、まあ、こっちもできるようになってきてよかったんですけど苦労してないな。でもその後監督とか変わって、あ、オランダなんでオランダ語を覚えるとか、あ、ここでコミュニケーション取れるようになってくれた。何ヶ月か経って英語が喋れるようになってたってことは、もともと多分できてたんですよ。そんなことないですけど。そうだね、世間で見られてるより賢いんですよ。学びたい意欲とかめっちゃ高いんですよ。でもなんか取材とかでもうなんか変なもう適当に答えてるようなキャラを作り上げられたの？あれ作ったの？作ってそうです。わかんない。実は真面目なんですよ、こいつ。勉強も多分できるんですよ、隠してるんですけど。隠してないですか？苦労したこと全然出てこない。言葉の壁がまず苦労するんですか？コミュニケーション大事なんで、サッカーで言うと、で監督が言ってることを理解できないと言うこと聞いてねえやつなんて思われちゃうんで。ニューさんあります？ニューさんの辛かったこと。何？プロ選手として干されたこと。この話しよっかってさっき言ってたけど、すごいタイミングでそれが出ましたよね。ずっと競争なんで、プロの世界は。で、監督に使われる使われないもそうだし、それは本当継続的にやっていくことが一番僕はきつかったっていうか、その毎日競争してるっていう感覚だったんで、うん、外国人選手が助っ人として入ってきたり、うん、どこどこで活躍した選手が同じポジションにその選手を獲得したとか、うん、そうなると毎年のようにこう競争が起こるんで、うん、それをのポジションを掴み取っていくみたいな作業はめちゃくちゃ大変だと思います。プロの世界でいうと、マシオン・ヒッカレンディ監督っていう人が来て、甲府から帰ってきたタイミングでイタリア人監督になったんで、まあ、そこがスタートじゃないですか。甲府から帰ってきたあのおじさんっていうかベテラン選手はなんだみたいな感じで、あ、多分見られてて、パフォーマンスも最初は良くなかったのも理解してるんですけど、その時になんか干されてるってこいつらが寝てる状況だった。全く使う気がなかった。ちょっと待ったの。ないそれなりに実績積んできたって見られてる僕と、高卒の1年目の選手2人で僕は紅白戦を眺めるっていう。それを俺たちは練習しながらこう見てた。ブリさん見てる。精神力が必要ですよね。いやでもそれは本当そうっすよ。その場で俺何やってんのかって思いました。私からしたらすごい苦労話なんですけど、こうやって笑ってくださるとやっぱいいですね。いやいやいや、これ暗く話してそのままだったら進まないですよ。ぶっちゃけ苦労の時に一番もらった時いくらもらった？そんなことも聞いちゃうの？前になってはピーって。羽生さんは強くですね。言ってねえよ。聞きましたよ。言ってねえよ。聞いてねえよ。誰かだよ。いろんな人から。
そんなまでの選手じゃないでしょ。そもそもプロ選手のそのお金って何やってるんです。例えば会社員だったら固定の給与があって、あとは年に2回ボーナスが出るとかじゃないですか。選手の場合点を決めたらもらえるとか。あると思います。そうだ、なんで一発200万ぐらいもらったじゃないですかって聞きましたけどね。まあまあ。あんなでもないかもしれない。お金少ない方が結果出したらお金もらえるっていうのもあるし、年俸が決まって基本的にはその基本給が12分割で入ってきて、うん、でそれプラス、まあ、勝利給出ていくらとか、まあ、点取っていくらとか、キーパーだったら無失点だったらいくらとか、でも個人事業主なんです。4月にいい成果残したら次の給与にボーナスが、出来高がプラスされて入るっていう感じ。攻撃の方とキーパーの方はその無失点だったり得点決めるで分かりやすくアップするじゃないですか、うん、金額が。でも守りの方だったりとかはどういう基準でアップするんですか。大方の選手は結局1年間のプレーパフォーマンスを評価されて次の年の年俸が決まるんで、うん、年俸の固定給に当たるところに、例えばセンターバックの選手は安定的に30試合出て毎回フルタイム出て勝利に貢献してきた年だったなって言われれば、それが基本的に乗っかるって感じです。だからセンターバックとかで無失点でも入ってる選手もいるかもしれないんですけど、基本的には固定給のところでまずは評価されてみたいなのが多いよね。なんかね、私だったら得点1点決めてお金もらえるじゃない選手は拗ねちゃわないのかなって思うんですよ。わかります、言いたいこと。それはだからもう最初の段階で決めるのかもしれないです、その契約の時に。だからじゃあ得点給もなくてそれもないんだったら、この最初の固定の年俸のところに載せてくださいっていうような交渉をして、あ、じゃあそれ大丈夫ですっていうか、僕とは逆に期待されてないシーズンとかあったんで、え、じゃあ僕出たら金くださいって言って、じゃあ期待してないってことは、じゃあそれを見返せた時にはちゃんとボーナスが欲しいっていうか、出来高としてもらいたいっていうのを話して、で、あ、いいよって言われて、あ、すごいっていうのはあったんで。自分で言ったんですか。自分で言った。まあ、たくさんだったからね。2つ気になることがあるんですけど、1つはその出場したら上乗せされるってあるじゃないですか。勝ってるチームがロスタイムとかに選手交代で時間稼ぎとかするじゃないですか。その時に出場して1分だけ出る人とかっていうのはその時は1分出てもみんなと同じだけもらえるんですか。45分以上出たらマックスなんで、前半で変わったら半分なんですよ。最後ちょっとだけ出たら半分になっちゃいます、うんうん、じゃあロスタイムに呼ばれたらこれは美味しい話ってことなんですか。ベンチメンバーとかみんなそういう目で見てますそれで言うと出たやつはな得意じゃん得意じゃん、くそあんな出方してもっと出たいよって言って心の中ではチャリンっつってこういうのは正直ありますね。もう一個が、例えば自分がペナルティエリアで倒されて PK をもらっても、 PK 蹴る人ってキッカーが他にいたりするケース多いじゃないですか、うん、PK 決めたら半分ずつもらえるとかになるんですか。全然ないですよ、それ。 PK 取った人は損してるってことですか。そういう感覚ではないね。チームのためにやってますか。いや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 、今チャリンの話してたよPK があったらこいつが蹴ってとかって決めてる時もあるんで、ある意味それはさっきの話になると思うんですけど、僕じゃあ PK を何回も取って得点につなげましたよねって、うん、PK を取れる数少ない選手の一人ですよねっていう、その契約の次の交渉の材料にするだけで。交渉うまいっすか。今まで対戦して苦労したとか印象に残った選手はいますか。ボスは。ボスからは、はい、ソータみたいな選手はボールが見えないんですよ、ちっちゃいから。キープされちゃったりすると、それが一つ苦労でしたよ、うんうん、どうやってもボール届かないってことかにボール置かれちゃうんで、それをどうやったら取れんだろうかみたいなのを試合中も含めて考えてるのが苦労したことですフィジカル的な要素もそうだし、まあ、考えないとそれを帳消しにはできないんで、すごいボールへの取り方とか、わざと隠れてこっそり持っていくとかみたいなのをせこい考え方も含めてやってました。平山さんは。僕は長澤英二さんが一番やりにくいなと思いましたね。どういったって、サッカーってボール触ってる時間ほとんどないんで、ボール触ってないところのオフの動きが重要で、はい、クロスだったりロングボールだったり、そういう競り合いとか、その中でのポジション取りとか、うん、駆け引きがすごい上手くて、うん、何回もあの
スペース開けてるところにここ狙いどころだと思って走っていったら罠を張られてて、そこにカットされるっていうこともよくありましたね。川野さんは徳永雄平あと内田篤人選手とか、まあ、結構僕サイドでドリブル仕掛けるんですけど1対1が強くて足も速いし体も強かったんですごい仕掛けにくかったなっていうか、抜き切るのが結構大変だったんで、プロになって最初の時に内田篤人選手と対面した時に、まあ、結構嫌だなってあんま感じたことなかったんですけど、徳永選手とは試合で戦ったことはあるんですか？あ、試合でもあります。あるんですね、一緒のチームだったのに前のメンバーと戦う、嫌だでも全然素直に全然全然あります。そっか、元チームメイトとの試合ってのは嫌だなって思うんですか？俺は嫌でしたね。要は移籍してきたし、ジェフから移籍して FC 東京だったんで自分のプレースタイルも全部バレてるしあのその中ででも感情的にも負けられない、向こうもそう思ってると思うし、僕は嫌だったけど楽しい選手もいいんじゃない？楽しみですね。仲が良かったりするとなお楽しいですか？やりにくさはやっぱあるかもしれないですね。でも楽しみ。はい、いっぱい聞けましたなかなか聞けないお話を今回は聞けたんじゃないですか？こんな序盤でこんな話いいですか？いいですか？でもみんな喋ってるでしょ私はすごい楽しかった。ありがとうございます。ありがとうございますというわけで、こんな睡魔前を噛み分けてきたプロとライズファミリーのコーチングを受けてみてはいかがでしょうか。以上、プロ選手の裏話でした。プロとライズチャンネルいかがでしたでしょうか。ツイッターキャンペーンやってます。